東方アランとは、日本の競争馬である。主な価値案は、京都新聞杯、中日新聞杯、京都大賞店。半姉に2004年 A 冠賞を制した、アブソルートダンスがいる。馬名の由来は、冠名東方人名のアランから、2006年1月京都競馬場にてデビュー。新馬、条件特別を連勝、重賞初挑戦となる、スプリングステークスでは10着に敗れたが、 京都新聞杯では四角戦闘に立つとそのまま押し切り重賞タイトルを手にする。ダービー休着後は9社にて調整していたが6月に右第3中手骨骨折を発症。そのため秋のトライアルを使えず、ぶっつけで菊花賞に挑むが調整不足により発着に終わった。12月の中日新聞杯にて重賞2勝目を挙げた後は1年2ヶ月の長期休養に入る。 2008年2月に戦線復帰。休養明け2走目は中京記念に出走も9着に終わる。続くオーストラリアトロフィーは3着だった。エプソムカップでも7着であった。10月12日の第43回京都大賞展に出走。サメシマリョータの好期場もあり、アドマイアジュピタ、アイポッパーらの人気場を抑えて、堂々の重賞3勝目を飾った。 そして11月30日の第28回ジャパンカップに出走したが10着に終わった。2009年は9月12日の第60回朝日チャレンジカップで戦線復帰。集団追走から追い込んで3着に入った。連覇がかかった10月11日の第44回京都大商店では、後位追走も伸びきれず8着に終わった。 続く第47回アルゼンチン共和国売では、いいところなく9着に敗れた。2010年は1層もせず全休。2011年4月3日の第55回大阪杯で、戦線復帰したが12着。7月31日の第47回小倉記念では16着に敗れた。8月4日付で競争場登録を抹消。岡山県真庭市の昼前ホースパークで乗馬となる。 ありがとうございます。